最新バージョンはどこが素材が変わったんです。あ、あれからね、あの前回見せたやつってでしたファーストサンプルで、はい、もう一回今度やろ、やわっこいやつになって、はい、今ポークって言ったんですよ。ポーク前入れてるの結構まだ硬いですけど、こんな感じ。おお、いやーん、釣れそう。あ、これでも硬いんだ。動き見ると十分柔らかそうだけどね。ねえ、いやーん、釣れそう。ちょっと見せて見せて。顔がと私。うおー、投資がするのに多分これだと、うん、一般の人が自己リフォーな硬さなんで、ザクッザクッ。うわ、釣れそう。わ、これ釣れるべ。いや、トラウトの神様に罵倒される幸せなんてないですよって言って、まあそれはそうだけど。ちなみにこれ最新バージョン。あ、この前と違うんですね。これは素材がまた変わって、はい、最新バージョンはどこが素材が変わったんです。あ、あれからね、あの前回見せたやつってでしたファーストサンプルで、はい、もう一回今度やろ、やわっこいやつになって、はい、今これがなんかまた新しい素材、へー、すんごい厚くないですか。これはこんぐらい厚くできるらしい。あ、厚くできる。厚くできる見本。これは見通しそうですね。これすごい。それやりすぎなんで。これはまあこの素材でじゃあ後ろこんぐらい薄くしてとかそういう調整が入って。今はここまで厚いのも作れるっていう。かあ。まだね、さっき今空気中に出しっぱなしだったらカピカピになったらしいです。ちょっとなじ、ああ。まあ泳ぎますけど。すごい浮力ですねこれ。すごいですね。ピョンって。ピョンって立つ。立ってきます。そうですね。ぐわーって。あっ、やらかした。食べちゃう。いや、多分濃いっす。濃いっす。たまに当たるね。これもうちょっと薄くします。はい、素材的に面白いですね。でもこんだけでっかくしたらワームのフックで使えますね。そうですね、フォーク界のビッグベッド、ビッグフォークフォーク界の、そうだ、ビッグベッドだ、これは。ちょっとなんかこの素材いけてるんで、はい、楽しみ。もうちょっとカットを、お家に帰ったらカッターでカットです。こんなのが全部ピョンピョンピョンって順調にいって、でも出るのは分かんないですよね。そうですね。納得できるまでですもんね。あとね、できたら俺、あと会社に丸投げしちゃう人なんで、はい、あと会社同士のやり取りになるから、納期とかは。よくね、聞かれるけど俺分かんない。はい、できたかどうかだけ聞いてもらえれば。はい、あとはまあ、大人の世界で。そうです。だからお店の人の方が納期とかしてたりして。作るとこまでで OK 出すまでが俺の仕事。はい。
素材いいっす。前の方がまだベロベロしてるけど、厚さこれから調整していけば。はい。置いとくだけで反応しちゃいそうですね。勝手に自発的に動いちゃってるから。で、そうっすね。フォーク多分好きですもんね。バス。好きってことですよね。高滝上流はルアー撮影に適しておるっていう。今日の収穫。ルアー撮影に適してない時がめっちゃ釣れます。なんで、まあ今日はもう。よかった、上流までと思ってきて最新極厚のテストタンプ。でも今日は釣れない。え、今日はやります。まだ本当なのかな。